ご機嫌クッキングのコーナーです、はい、今日も親子クッキングですよ。そうですね、ご紹介します。こちらの親子です。はい、沼沼から先です。沼からニーナです。頑張ります。はい、そういうとこいいですよね。よろしくお願いします、はい、親子で作れる楽しいクッキングということで今日はこちらですよ。はい、今日は山崎ダブルソフトを使ってこちらのお料理を作ります。柔らか食パンで作る究極のフレンチトーストです。どんな究極のフレンチトーストできるんでしょうか。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はおしゃれなフレンチトーストを作ります。はい、お願いします。お願いします。はい、では最初に今日は、はい、卵液を作っていきます。今日は卵1つと入ります。はい、とお砂糖と牛乳が一緒に入ります。お砂糖は大さじ1、牛乳は 50cc 入ります。はい、したら混ぜていきます。はい、ちょっとちょっとちょっと、はい、はい、いい色になってきた。はい、全体が混ざりましたか。混ざったらこちらの大きい器に移していただいてパンを浸していきます。はい、浸しやすいよね。はい、じゃあ大きい方に移します。広くて浅い皿ですね。はい、じゃあこちらの今日はダブルソフト。お、来るよ、来るよ。おわー、わーこれですよね。ほんまに、はい、簡単にお子様でも割れるので。ですよね。はい、2つに割ってこのまま浸していきます。ダブルソフト食べる時の楽しみの一つね。こう2つにこう割るっていうのね。今日はどんな運命かみたいな。あの、まあ、厚めに切って半分にするぐらいがちょうどいいですもんね。今日はできたみたいな。早いな。そして結構吸い込んでますね。はい、吸ってくれるのでこのまま浸していきます。じゃあこちらのフライパンにバターを 10g 温めます。お、いい香り。ちょっと火強かったかな。じゃあ全体に混ざってきたらもうちょっとかな。でも結構吸いましたよね。そうですね、すごい。パンがふわふわだから、うん、はい、こうね、卵液吸いますよね。吸収してくれるのが早いので、このままじゃ焼いていきますね。はい、いいですか。うん、とってもいい色だよ。おー、オッケー。じゃあ移します。ニーナちゃんもこれからいろんなことを吸収していくもんね。あ、なんか言ってる。どうですか今のニーナさんの、今の岩さんのコメントは。ちょっと難しかったね。苦笑って感じですね。吸収します。スポンジのように吸収します。お母さんもいいです。もう逆に、もうひっくり返したじゃないですか。逆に辛いっていう、続けてください。いい香りがしてきましたね。はい、はい、あのフライパンで焦げ目がつくまで一旦中火で焼き色をつけていきます。今日はフライパンで一旦焼き色をつけた後にオーブンで仕上げていくので。あ、なるほど。はい、見た目もちょっとフライパンで焼き色をつけると美味しそうに、はい、こんな感じで、おお、こんがり焼けていきます。じゃフライパンと、おーっといい感じですね。はい、ではこのぐらい両面に焼き色がついたらオーブンで今度は 7、8分温めていきます。はい、200度で焼くと、はい、チーン、じゃじゃーん、しっかり焼けて、しっかり中まで、はい、火が通っていきます。やっぱりこんがり、ね、欲しいですね。はい、一旦閉めてもらって、はい、よいしょ。ではこのままお皿に盛り付けます。いちごとか出してもらっていいですか。はい、あとは盛り付けになりますね。なんかおしゃれな感じにこうちょっと盛り付けます。はい、生クリーム、うん、生クリームと、うん、あと今日ブルーベリーといちご、メープルシロップで仕上げていきます。うん、ニーナちゃんがどんな風に、ね、盛り付けるか、奥さんにお願いします。
はい、フルーツが今日ねおしゃれっていうのがテーマですよね、一つね。そう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 、はい、カフェのような感じになるのかな。今日はイチゴとブルーベリー、はい、ブルーベリーで、うん、お好きななんかフルーツとかがあれば、うん、そちらでも美味しいと思いますし、色とりも赤が入るとちょっと季節にぴったりかなっていう感じもあります、うん、クリスマスという感じもしますよね。いろいろね、このあたり楽しいところですよね。メープルシロップをじゃあ仕上げにかけますよ。ピロン、はい、メープルシロップ、うわ、感じ大好きです。はい、はい、では今日はこちらで、せーの、完成です。できました。材料のおさらいです。はい、ご紹介します。1人分です。ダブルソフト1枚、卵1個、砂糖大さじ1、牛乳 50cc、 バター 10g です。またはメープルシロップ、いちご、ブルーベリー、ホイップクリーム、お好みで適量です。材料レシピはホームページまたはテレリンクに載っています。今日のクッキングの内容は放送終了後、情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。どうぞご覧ください。はい、ではいただきます。ではいただきます。あ、ちょっと大きく切りすぎちゃった。おいしい。うん、ほっとする味。うん、はい、外カリ、すごく味が染みてるし、うん、はい、今日のポイント教えてください。卵液にしっかりパンを染みるように、全体に染みるようにつけることです。やっぱりそれですよね。美味しく仕上がってますもん。心に染みます。さあ、では明日のメニューご紹介しましょう。明日も親子でクッキング。明日はクリスマスツリークリスマスリースサラダを作ります。ヨーグルトドレッシングよ、クリスマスリースサラダ、ヨーグルトドレッシングです。すみません、ブロッコリー、生ハム、プレーンヨーグルト用意してください。明日も沼倉さん親子よろしくお願いします。はい、明日も頑張ります。待ってます。ありがとうございました。